カードで綴るラブストーリー。白紙のカードでどのように愛を表現するんでしょうか。とくとご覧ください。これはハートを表現しています、うん、カードの箱ですね。何も書かれていません。見てくださいよ。おお、キスマークが現れました。中から取り出したのはこれまた白紙のカードです。裏も表も全て白紙です。さあ、ここ注目ですよ。はい、空中から女性の写ったカードが出てきました。ボリスはこの女性を好きになって告白するまでのラブストーリーをマジックで表現します。白紙のカードが3枚。よく見ててくださいね。マークがつきました。ラブストーリーの始まりです。3枚ずつをゆっくりと置いていきます。キスマークをよく見ててください。はい、消えましたね。キスマークが全て消えてしまいました。はい、3つとも全く違った表現で消しています。まあ恋はすれ違いとかいろいろありますからね。はい、そうですね。よく見ててください。3つのキスマークが移動しました。まだ恋は続いているようです。女性のカードを端に置きました。おそらくボリスは一人で恋に悩む男性の心を表現したいんだと思います。なるほど。この4枚のカードに注目してください。はい、手の下からカードが現れました。またカードが現れました。4枚のうち1枚を脇に置きました。息を吹きかけると角が現れて4枚になりました。この4枚裏は全てキスマークがついていましたが、ここに女性のカードです。男性の心の中にずっといたんですね。
士のカード全てにキスマークがついてますよ。もう心の中は好きだという気持ちでいっぱいなんですね。さあ、いよいよですよ。はい。何か文字でしょうか、現れてきました。I love you の文字です。告白しました。その告白に女性の返事はどうでしょうか。Me too、私も愛してる。フランスのマジシャンらしい演出ですね。そして二人は結ばれました。愛が溢れてますね。カードで愛を綴ったボリス・ワイルドでした。